坂田へ奉公へ行くと決まって、おしんは父にも祖母にも黙って母富士が働いている銀山温泉を訪ねていた。2年の年期奉公の約束ではしばらく母には会えない。どうしても母の顔を見たかったのである。その夜は母と二人きりで一つの布団に寝た。おしんには生まれて初めてのことであった。母ちゃんはあったかいな。おしんは強い男だ。ここまで母ちゃんに会いに来てくれたんだもんな。これからも苦しいこと、つらいこと、悲しいことどれだけあるかわかんねえ。でももう母ちゃんはおしんのことは心配してねえぞ。おめえはどだのことがあってもくたばるようなおぼこでねえ。とっかい知らない道一人でここまで来られたんだもんな。おしん、お前はこれから自分の思った通り生きるんだぞ。後で後悔しねえように。人のうちから当てになどするな。それがおめえはできる男だ。どこさ行っても一人で頑張って生きていくんだぞ。坂田まで行くって言うから早立ちさせねえと。うち坂帰るんでねえのか。坂田の奉公先さ。俺まあその年で奉公さ。2年の年季奉公で米5俵出す。お菓子持ってきてやったぞ。握り飯はお藤さんが支度したってから道中で食べてけろ。すまねえナス、迷惑かけた上でにほだなことまで。なんもしてやれなくって。気ぃつけていけな。体に気ぃつけてな。ええおばちゃんだな。ああおしん、おめえは人の親切ばありがてえと思ったらおめえも人様に親切にして返さんなねんだぞ。自分さえよかったらええっていう考えでは世間ば狭く暮らさんなねんだからな。うん。ここに坂田までの船賃入れとくから落とすなよ。ええって、俺歩いていくから。何言ってる。坂田が土台都会とこか知らねえで。船乗るまでは荷馬車に頼んであるからな。母ちゃん心配いらねえ。母ちゃんがしてやれんのはこのぐらいのことだ。ちょっとぐらいでも小遣い持たせてやれればええんだけど。勘弁してけろ。俺ほたらもんもらいに来たんじゃね。母ちゃんさえて母ちゃんと一緒に寝たんだ。他に欲しいもんなんてね。欲しい。年季奉公終わるまでもう2年あんねえけんと、俺これで辛抱できる。前みたいに逃げたりしねえから。そろそろ馬車が出るから達者でな母ちゃん。馬車まで送ってく。母ちゃん、このこけし母ちゃんに似てるな。母ちゃんみたいな顔してる。ほれ、これだよ。似てねえよ。似てるよ、母ちゃんみたいに優しい顔だ。持ってけ。母ちゃんはお前のそばさいてやりたくてもいてやれない。母ちゃんの代わりだ。
ちゃんだと思ってよ。母ちゃん。大事そうに飾って大奥様も買ってるわ。荷馬車から最上川を下る船に乗り継いで酒田へのおしんの一人旅はやっと終わろうとしていた。おしんちゃんここだ。ここか。大きな店だなし。そんだ、すっかりいい方向すんだな。ありがとうございました。せば頑張れの。こんにちはっす。俺この下方向に来たおしんちゅうまんなけんと今着いたから、これからよろしくお願いします。おめえここさ働きに来たと言ったが、誰が連れてきてくれたなんだ。俺一人で来た。おめえうつまずがっているんでね。なんだが、ここは米問屋の加賀屋だべ。だがだらここだ。んだけどうつだばめらさ間に合ってるからな、頼んだ覚えだばねえちゃ。俺坂田の米問屋さ小森に行けって言われたから。誰からそったらこと。おりきさんだ。おりきさん奥さん行ってちょっくら若奥様さ来てくれるよ。お願いしてこい。え、おけなさいまし。おけなさいまし。沢田屋里の話は尽きてきた酒の、船はあさって酒廃してあるそうだ。それはよかったでかんすの。後のことおめえが裁量すんだぞ。でも俺が出てかねばらつがかねえよんだば。ああどうするもねえからな。ええ、でも沢田さんとはおっかさんの方が長いつけだもの、おかげで話も早くついたんだ。草原していつまでも親を頼りにしてっから釜屋任せられねえなんだ。そろそろ俺だって隠居させてもらいたいもんだ。親が遅く子供産むと苦労すんな。おのめらしや。ああ、奥で子守宿う話がありましただかの。子守り、うんね、覚えねえな。手前も気で願ったもんで、せばはなんかのまずがいれがんしょ。やっぱしこのうちでね、帰ってくれ。俺米問屋の加賀屋さん、間違いねえってば。うちで頼んだ覚えはねえって言ってるんで。さあ、帰れ帰れ。おげなせます。お呼び立てして申し上げなかったのも、ちょうど大奥様がお帰りなさったもんだで、大奥様について事情は分かりましたさけ。おみのさん、おめえまさか俺に黙ってさよの子守り頼んだんじゃねえんだろうな。いや別に決めたわけじゃねえんだと。もうおっかさんに話もしねえでそげなこと勝手に。俺ちゃんと聞いてから来たんだ。2年の年季奉公に米ご評だって本当だ。嘘でね。俺嘘など言わね。おりきさんがちゃんとそう言ったんだ。本当だ。本当だってば。嘘でね。おしんちゃんがまだ帰ってこないのはお藤さんとこさんいるんだべが。まさか坂田さん行ってしまったんでねべな。行ってしまったのかもしんねえな。本当なことされたらまだ決まったわけでもねえのに。でもおりきさんは行くか行かねえか聞いたんでねえか。だからおしんは行く気になって。俺はおしんちゃんの気持ちば聞いただけだ。おしんちゃんが奉公するつもりになってくれたら、それから加賀屋さんさ話しに行って行く段取りだったんだ。もしおしんが加賀屋行ったら
断られるのか。あ、加賀屋さんでも子守場探してるな本店だけんと、決まるか決まらねえがまだな。加賀屋さんは加賀屋さんでいろんな事情もあるんだから。もしおしが坂田まで行って保護できねえようなことにでもなったら、むつこすぎる。肌喜んで行ったのに。とにかく俺明日にでも坂田さん行ってくるから。すまねえな、す。ええって、どうせいがんなねえようもあるんだから。奥様がこれ食っていけって。どこまで行くな、払えていては歩けねえぞ。だば、おりきさ頼んだことはまずげねえんだんだと。おっかさんはおせよにこもりつけんのは無駄だってけども、奥にはメラスが二人もいるんだぞ。さよの面倒ぐらいおみのはできねえはずはね。でもさよ産んでからおみのは産後の日立ちが悪かったし、もともと体の丈夫な方でもねがらの。もういいさげ、私が悪かったんでがんすから。いや、おめえにさよの森は無理だ。メラスが二人いるってんだけども、かよが学校や習い事さ行くさんげ、何じゃしても一人は手取られるし、あと一人で奥のことやるととどのつまりはおめえがいろいろ手伝わねばならんですの。その上さよの森すんながらだば今に体悪くすんぞ。俺だばおめえの姉たず4人の世話もして、おめえの子守もして、すぐも5人のボンボンの世話したんども、メラスは2人で通したの。悪いことしたの、またして。おめえが聞いた話は願ったことにしてもらえてなんだ。今日はもう遅いさげ、今夜は地獄の宿さ泊まって明日の朝の船で帰ってくれ。これは宿の金と船賃だ。ここ咲く時の分も減ってる。残りは少ねんのも俺の気持ちださげ。遠いとこ悪かったの。このうどんを食っていくんだ。ゆっくり食ってってんだからの。俺帰らね、帰れねえんだ。米5俵くれるって言うから、どだいつらいことあったって辛抱するつもりできたんだ。どうかあればここさえできろ。一生懸命働くから帰れね、帰れねえんだってば。お願いするっす。